みさん、ずかさん、ライくん、ライちゃん、ネミーメッサーさん、ごきげんよう。急にゲリラです。今日はもうゲリラの一日。ゲリラの一日。よいちさん、こんにちは。まさかの予想外。うちも予想外。ただいま朝の8時41分です。朝ごはんを食べない私が豪華な朝ごはんを食べてます。見る？見る？食べかけのクロワッサン。コーヒー。生搾りオレンジジュースです。これで6.95 ユーロ。高。のんきにコーヒー飲んどるやつ。めちゃくちゃ眠い。お昼前のゲリラ。これぞゲリラ。パープルさん、こんにちは。リアルゲリラ。初見かどうか、とにかくこんにちは。エリカ TikTok 見てくれてる。ヨタロさん、こんにちは。こんにちは。めちゃくちゃなゲリラです。今日はもうほんまにゲリラの一日。酒ちゃうね、これオレンジジュースなんすよ。オレンジジュース。朝8時45分ですわ。かわいいって、ありがとう。ビールどうだった？ビール？今オレンジジュース飲んでる。吉村さん、こんにちは。村井さん、計画からさ、コーヒー飲みたくなかったんやけどさ、ついてきたから仕方なく飲んでる。セットだったんで仕方なく飲んでます。皆さん、こんばんは。こんにちは。こんにちは。マジでユーロがなさすぎてやばい。どうしよう。貧血。なべちゃん、こんにちは。ツイッターの話やって、ビールになってた。打ち間違いしてました。私はとして、なぬ、マジ？あっちゃんさん、こんにちは。こんにちは、皆さん。眠い。コーヒーとオレンジジュースやからめちゃくちゃ液体。あ、聞こえてます皆さん、これ。さっきの声の音量で聞こえてます？
マジですか、ダニーメッサーさん。お酒好きがバレる。見ますね。寝ぼけてた。普段8時間寝ないといけない私が今日は5時間しか寝てないから眠い。普段朝ごはんを食べない私が食べてます。なんか今日めっちゃメイク薄い私やばい？大丈夫かな？お店の中なのでめっちゃボソボソと喋ってるけど全然皆さんコメントしてくださいね。私のあれには気にせずコメントは読みますので。急なゲリラですが、目が眠たそう。セットになってる朝ごはんメニューみたいなのがあったから、それやったらまあ1000円弱ぐらい、 6.95 ユーロで買えたからそれにしたんですよ。もう一通り回ってこれが一番安いかなと思って。で、大丈夫？バッキーさん大丈夫？大丈夫？何が大丈夫？めっちゃ時差ひょっとしてこれ聞こえてる？みんなで、そう、そのねクロワッサンとコーヒー戻った。どう？こんにちは、うん、聞こえてますか？今どうやろ、ダメっぽい？まだダメ？無理？聞こえん？戻れ。
れたけど一応戻ったのは戻った。聞こえない？だいぶマシ。あ、聞こえてる？聞こえた？ OK OK。 ハート届いてる？あ、ハート来てる、ハート来てる、ありがとう。たまりみさん、一回一回消してショールームで、もう一回やって、でエアポート Wi-Fi 繋いだけど、めっちゃおかしい、もうやばい。マシ？ルカの師匠こんにちはって、加藤優香さんが来てくれた、こんにちは。動いてますか、加藤優香さん。あ、大丈夫？よかった、よかった月の早く帰ってきてほんまそれやな、ほんまそれやな。ギガはめっちゃあるんですよ、私。お店の中におるからかな、空港の中のお店やねんけど。西金さん、こんにちは。最初にいっぱいコメントしてくださった方、ひょっとしたら届いてなかったと思うけど、ウーカが来たの、ウーカが来たんじゃなくてね、あの加藤優香さんっていう名前の方が来てくれた。ウーカさんじゃないですね、本物じゃないね。さっきより安い？よかった。もう消えちゃってたよね。ミニご飯、朝ご飯、8時半ぐらいから食べてて。ミカルさん、こんにちは。2週したから仕事戻るね。またありがとうございます。お仕事頑張ってください。ミカルさん、フォローありがとうございます。本物じゃないです、偽物です。偽物やった、全部一緒やのに。アバターまでハワー君やのに。ミカルさん、こんばんは。朝ごはんのオレンジジュースとクロワッサンとコーヒー、空港で優雅に飲んでます。オレンジジュース生絞りやから種入ってた。また挨拶してしまったよって、何回でも挨拶してください。唇が赤ちゃんみたいやって。褒めてる？褒められてるのか、それ。ウーカが大好きなの？そんな感じをしてた。また海外ですかって。まだ海外にいますね。今まだスペインにいます。空港にいます。どっち？こうか。あ、もめくらさん、懐かしい。今食べてたの普通のクロワッサンやわ。メロネコさん、こんにちは。もうゲート出てるかな。褒め言葉でしかなくないやって。分からへん、なんか何やろ、けなされてる可能性も、泣き虫もあらず。分かんない。ウーカさんだ、だって嘘者ウーカですよこれ。前に別の配信サイトで見たりしました。え、なんですか？ミクちゃん？そう、今ね、4月2日からね、ショールームに来て、ショールームで配信してるんですよ。買い物しながら配信、えぐいって。あ、買い物じゃないんですよ、ご飯。ご飯食べてます。カフェみたいな。ウーカおるやん。ウーカじゃないんですよ。ウーカ、偽物ウーカ。カフェみたいな。空港のカフェみたいな。コングみたいなの。ミキ
チャで見てましたよ、だって。ありがとうございます。ショールームでも見つけてくれて嬉しい。加藤優香さんがほんまに優香ってみんな思ってる。すぐ復活しましたら、ゴータさん、ごめんなさい。お店の中でご飯を食べておりました。もう食べ終わっちゃった。うかうかしてないうかです。こうちゃんかわいい、ありがとうございます。何回も偽物言わんでこの人偽物です、すいません。皆さんこの人偽物なんで気をつけてください。本当は何さん、本当は何さんなんですか。なんて呼んだらいいですか。加藤優香さんやって言ったらうかみたいやんな。なんて呼んだらいいやな。動いたらまた悪く、なんか私眠いのになんかコーヒー飲んだからか頭クラクラするの。逆に逆でいいですね。バボーちゃん、バボーちゃん、すごい言いにくい。バボちゃん、あ、ゆかりさん音符ありがとうございます。ナイスです。そうだな、もうそろそろ行こうかな。ゆうさん音符もありがとう。音符じゃないや、間違った。だるまさんもありがとうございます。ありがとう。でも言ってもおかしくない名前だもん。確かにそれ紛らわしい。偽物さんやから偽物さんにしようかな。だるまさんにかんざいっぱいありがとう。ハートもありがとうございます。こんにちは、こんにちは。どうぞさん、やちかさんいらっしゃい。ちょっと出るわお店。なんか一人でブツブツ喋っててやばいやつやから。出るわ。うんちよりは可能性あるからねって。どういうこと。うんか、あ、偽物です。何回も偽物っていう。おしゃれなマスク、可愛くない？美味しかった、ごちそうさまでした。ゲートのポカみたいねんけど。ウカと同じ名前の人ですにしよう。そうしよう。皆さんお騒がせしました、ありがとうございます。かわいい。ヒカルさんいっぱいギフトありがとうございます。ナイスギフトです。上から読んでも下から読んでも亀田美香ってすごいねって。あ、ありがとうございます。そうなんですよ、パパが考えましてすごいんですよ、うん、ちょっとゲートがもう発表されてるかどうかだけ見に行くわ。心配、乗れるかどうか。乗れへんかったら嫌やから。ちょっとお腹いっぱい、私朝ごはん食べるタイプじゃないんですよ。けど昨日の夜ごはんもほんまになんか全然食べてないもん、同様なぐらいやったからめちゃくちゃお腹空いてたんよね。いつ日についてからのお楽しみで、はい、ついてからのお楽しみでお願いします。今日はお仕事で出張ですね。出張っていうのか知らんけど、要するに出張。スペインにいます。今こうちゃんスペインから今から離れます。うまくていいんやないって。私さ、そうさっきも喋ってたんですよ。さっきも喋ってたんやけど、あ、そっか、まだもうマスクせんでいいんか、せんとこ。お店の中やからしなあかんと思ってた。飛行機の中がしなあかんのか。そうや、マスクは別にしなくてもいいんだって。帰ってきてな、もうすぐに帰ります。はい、もうあっという間に日本です。もう弾丸、もう私のスケジュールえぐいから、落ち着いたら振り返ってやばかったねって喋ろう。すごい出張じゃなくて出稼ぎ。もう稼げてるんかしら。やっぱ飛行機長いよね本当に。イビサ行きたい。
フレッシュミオリンさん、ツイッターからも配信します。高木さんこんにちは。なんかまだ38やねんけど、月当たりまで行かなあかんのじゃん。おちなんかなんだっけ、あそうガチで、ガチの話で、私日本円かユーロやったら日本円の方がやっぱ日本人やから多いのね。でこの間ユーロで税金を全部払ったのよ。そう2年分2020年の分と2021年の分をユーロで払ったんよ。だからもう全然お金なくてユーロで、でさっき、ま、ちょっとずつは払わなあかんし、あと銀行に入ってないお金もあるし、あの日本のクレジットカードも使えるからなんとなくやっていけてるけど、ユーロでしか払えへんもんとかもあるやんか。で本当なら振り込まれるはずの給料がまだ振り込まれてなかったりしてるから、芸能活動してると決まってないからさ、いつ振り込まれるかみたいなのが。だからマジで今ほんまにほんまにカラッカラで、スペインの銀行口座が笑えへんぐらいカラッカラなんですよ。本当に恐ろしいぐらいか、生活できないぐらいカラカラで、早く振り込んでって感じやねんけど。そうなんですけど、そういう状況で7ユーロぐらいの、なんか1000円ぐらいかな、1000円ぐらいのオレンジジュースとコーヒーとクロワッサンの朝食セットを頼んだからさ、コーヒー残すのもったいないなみたいな、コーヒー残すのもったいないなみたいな感じ。タカさんおんな、スペインの女性綺麗だよね。サトユさんこんにちは。スペイン物価高い？スペイン物価安いです、安いですね。でも空港の中はやっぱ高いですね。うん、配信予定ね、そう入れたいんですけど、そうけどお仕事で行くからさ、いつのタイミングで配信できるかっていうのが全く分からず、私のスケジュールで動くわけじゃないから、そう何時に配信できるかっていうのが全然分からんくって、だからもうこの何日間マジゲリラになっちゃうかも。そういうことやったんか。ほんまにね、私びっくりすると思う、みんな私の銀行口座見たら震え上がると思う、カラカラすぎて。それを残すのもったいない、もったいないでしょ、ほんまに残すのもったいない。だから寝られへんくなるかもしれんけど、飲んじゃった。そう頑張る。振り込むよ、だって上髪なんか下が振り込んでくれるってやった。でもじゃあね、今ね本気の話で、円やったらまだ私持ってるんやけど、円なら生活できるんですけどね。54って言った私、ここじゃない、え52って言った、52か、もうやん、終わろ、配信終わろう。52って言った、当てるわ、ここや、360億ジョークニュースで、ガラガラでも1000万あるやろ、マジでない、マジで。ここの空港行ったことある？そう、バルセロナ空港です。そうほんまにカラカラで、そう日本円ならまだあるんですけど、日本円を今ユーロにしてしまうともったいないから、円安すぎて、だからできないっていう、だからカラカラ状態で今とりあえず過ごしてて、早くスペインで仕事してスペインの振り込められるのを待つのみ。ちょっとじゃあ一旦終わるわ、そろそろもうボーディングっぽいんで終わります。はい、というわけで本日も配信
見てくださってありがとうございました。最初全然繋がらなくてパニックでしたね。ごめんなさい、お騒がせしました。また時間様子見て配信するんで、通知来たらもしよければ来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。どこに行くかまた載せるんで SNS とかも見てみてください。それでは、皆さんも旅行気分で、私別に旅行ってわけじゃないけど、旅行気分で配信と SNS 見といてください。ほんならね、ありがとうございました。ランキング4で終わります。いきます。13位パープルさん、12位涼太郎さん、11位 100m ランナーさん、10位吉松さん、9位フレッシュミューリンさん、8位陽一さん、7位ヒカルさん、6位ウカメンの箱押しさん、5位ズカさん、4位ヤンチャクレさん、3位ナベちゃん、2位 B さん1位タマネギさんでした。ありがとうございました。イエーイ、ファンナルのみんなありがとう。バイバイ、またねー。